Video Diary November the 3rd, 2020 by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan ビデオ日誌2020年11月3日林博史です。こんにちは。今日はとても興味深い話を皆さんにお伝えすることができると思います。というのもですね、今までつまりこの4年間においてですね、私の近辺で起きた事件、それぞれをですね点とするならばですね、その点と点がですね線でつながっているいたということです。それを皆さんに順に説明していきたいと思いますけれども、左側の方にですね一覧表といいますか表を作っておきました。でその表を見ながら皆さんに話をしたいと思います。で順に話していきますけれども、2016年の9月26日ですね、早朝に大豪雨事件というのが起きます。それまでにも聞いたことないような大雨がその朝降っていました。ものすごい音でしたが、実際には雨は一滴も降っていませんでした。当時の天気を調べるとですね、調べてくださった方がいらっしゃったわけですけども、曇りは午前中は晴れということだったそうです。でこれが9月26日に起きたわけですね。で続いて10月28日、くしくも私の、戸籍上の誕生日ということになるわけですけども、その朝に第2回目の大豪雨事件が起きます。今度は浜松市内の自宅で起きます。第1回目の9月は山の家の方で起きました。音の質は同じだったんですけども降り方が違いました。9月はですね、寒暖なくて言いますか、1時間15分前後にわたって同じ一本調子で雨の音が聞こえていました。10月はですね、ザザ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 というような抑揚がありました。雨の音の質は同じでした。竹籠の中で小豆をねぶちまけるような音です。それが何重にも重なって雨の音になっていました。でこの雨の音がですね、その後も何度かありました。例えば、その2016年の12月、 K 弘和君事件というのが起きます。私がその高校1年生の K 君にですね英語か数学を教えていた時のことなんですけども、突然彼がですね、クソって言い出したんですね。でどうしたんだって聞くと、雨が降ってきやがったって言うんですよね。で私はパッと飛び上がって空を見ますか、南側のねガラスを開けて空を見ましたが、星が輝いていましたという事件が起きました。その K 弘和君事件についてはですね、 K 弘和君が卒業した年のですね4月か5月ですけども、電話でインタビューして証言を取ってあります。興味のある方はですね、私の林博史のホームページの方から、古代文明へ入っていただければその証言を聞いていただけます。が雨の音はそれだけではなかったわけです。2018年の4月にパーティー事件というのが起きます。そのパーティー事件に先立ってですね、午前6時ごろ、30秒ぐらいだったと思います、短い時間です、雨の音が聞こえてきました。それは耳鳴りとも違います。確かに雨の音でした。でその音を聞いた瞬間にですね、あの時の雨の音だと分かるような雨の音だったです。それほど大きな音ではありません。ザザザザザザーと聞こえてたんですね。そしてその朝の9時、時刻ははっきりしませんけども、9時か10時ですよね。本の方では確か10時から11時というふうに、どうしてか知りませんけども、そのように勝手に書き換えられていましたけども、多分ですよ。ちょっと詳しくは覚えてませんけども、実際には9時から10時だったと思います。というのは、ワイフにその後電話をしましたのでね、それでその時刻
というふうに覚えて、まあ、今はね、まあ、はっきりそこが本当のところわからないんですけども、その時にパーティー事件が起きたわけです。その朝にですね、6時ごろ雨の音を聞きました。そしてずっと、まあ、下りましてですね、2019年の11月の30日でしたよね。その時に雷鳴音事件というのが起きます。私が作っていた動画の中にですね、雷鳴音が混ざり込むという実に奇怪な事件が起きました。でその雷鳴音につきましてはですね、皆さんにやはり、その音をですね、音そのものを皆さんに聞いていただくことができます。やはり林浩司のホームページの方からおいでください。こうして雨の音、豪雨の音ですね、豪雨の音がつながっていきます。そして2016年の11月に今行くよ事件というのが起きます。ワイフと私とこたつに座ってますと、6時10分か15分前ですけども、ワイフの声です。聞いたその瞬間に、あ、ワイフの声だと分かるようなワイフの声でした。その声で今行くよってそう、まあ、頭の中で割れるような大きな音で聞こえたんですね。それでその音で驚いてワイフにですね、横にいましたから、お前今行くよって言ったかって言いましたら、彼女がですね、首を振るのを見届けるや否や、まあ、そのような雰囲気を見るや否や、私は立ち上がってですね、そして全体で後で数えてみましたら20歩歩いていませんね、のうちに、まあ、外へ出て裏庭へ出て家の角へ来たわけですね。そこで時計と反対回りにぐるーっと振り返りながら上を見たら V 字型の巨大な UFO がホバリングしていました。それが11月です。そして12月に K 広和君豪雨事件というのが起きます。ここには書きませんでしたけども、同じようにしてですね、2020年の実は2月にも一度起きています。その時は女子中学生だった、M さんですね、 M さんがその同じようなことを経験しています。ただしそれはその場で M さんがそのように言ったのではなくてですね、家へ帰ってからご両親にそのように話されて、ご両親からそういう連絡をいただきました。 M さんは K 君のその豪雨事件というのを知らないはずです。しかし全く知らない M さんがですね、2020年の2月、ここには書いてありませんけれども、2020年の2月に同じような経験をしています。やはり雨の音をしばらくの間聞いていたけれども、大豪雨の音です。しかし雨は一滴も降っていなかったという事件になるわけですよね。そして2017年に入ります。まあ、ジョナサン・リード事件というのが3月23日に起きるわけですけども、まあ、それはですね、あまりにもという事件だったもんですから、まあ、ほとんど人には話してませんしということなんですけども、今から思いますと、要するにいわゆる、まあ、テレパシー事件ということになるわけですよね。まあ、それはまた別のところで話させてください。そして11月に入りまして、いろんなことが起きます。玄関灯がついていたりね、まあ、いろんな事件が起きるわけですけども、その時に第1回目の確か画像転送、そうです、11月の初めに第1回目の画像転送事件が起きます。それから、まあ、いろいろありました。赤い開口を見たのは、ごめんなさい、12月はですね、11月はですね、で28日の夜ですね、そうです、11月28日の夜にですね、まあ、私とワイフがですね、披露宴でね、まあ、寝ていました。その時は寝室から布団を運んでですね、外が見える位置にね、布団を敷いて寝ていたわけですけども、寝ている時、また目をと、まあ、私はカタログを読んでまして、ワイフは外側を見て寝ていた時に、ツートンカラーの、ね、UFO をワイフは目撃しています。上が白で下がコバルトブルーの、まあ、そのこの世のものとは思えないほど美しい UFO がですね、庭の上にホバリングしているのをワイフが見ています。でその後ですよね、12月に入って画像転送事件、12月1日ですね、画像転送事件第2回目があります。第1回目はですね、その少し前にあったんですけども、何月の来たかはあまりよく覚えてません。記録の方には残っていると思いますけども、今この手元と言いますか、今の私の記憶の中には分かりません、入ってませんけども、その少し前です。でこの時に第2回目の
画像転送試験というのを経験しています。それから、その時にね見せてもらったのが、まあ、今から思いますその後に分かったことなんですけども、火星の、様子です。6シーンから7シーンに分かれた火星の様子です。第1シーンは真っ赤なってます狐色の美しい大地でした。それから2、3、4、5、6といろんなところを見せてもらいました。でその時は鮮明に覚えていて絵も描いたんですけどもね、その絵がですね今どこ見ても見当たらないんですね。どこかにしまい込んでしまったと思います。まあ、そういう事件が12月に画像転送に事件第2回目が起きます。第1回目はですね、その少し前ですけども2、3ヶ月前だと思うんですけども、書類です。数百枚の書類を見せてもらいました。紙ではないんですけど紙のようなね、紙の上、紙ですかね、やっぱりこうなってますか、ややこう今から思うとですよ、プラスチックぽい、なんとかテカテカしたような美しい紙に、まあ、いわゆる図形と文字がですねぎっしり書いたのがですね、本当に5分か6分の短い時間なんですけど、その間に、まあ後で計算していますとね100枚以上は見せてもらったということですね。でそれはいろんな図形が書いてありました。それが第1回目の画像転送事件です。そして2018年に入りまして4月に私がですね、まあ、大変な経験をするわけですけども、その日にですねパーティー事件というのが起きます。4月の25日ですよねにパーティー事件というのが起きます。で朝6時頃にですね雨の音を聞いて、それから9時から10時までにパーティー事件が起きるわけです。まあ、それについてはですねあまりほとんどと言いますか人には話していませんので、ここでは勘弁してください。そして7月にその2018年の7月ですよね、赤色の開口事件というのが浜松市の JR 浜松駅前の近くのですね会館で起きます。その時に延べ4人の方、1人 M さんという方はですね2回見られましたので、2回ということは勉強会が始まって15分足らずだったと思いますけど、ちょっとその時間も正確じゃなくて30分だったかもしれません。私が話し始めている時にですね天井から、ま、黄金色とおっしゃいましたね、黄金色の光が2つ並んで降りてきて、そして私の左肩の上で消えるという事件が起きました。私には何も見えませんでした。そしてその日の、3時、まあ、合間にね2、30分休憩を取ったんですけども、その前ですよね、その前にそうですね赤い開口が私は見てないもんですからね、見てればですねこういう曖昧な言い方はしないと思うんですけども、まあ、皆さん3人の方がですね赤い開口が私の周りで飛び回るのを目撃にされました。それが赤い開口事件なんですよね。そしてこう赤い開口事件というのはですねその翌月の8月熱海会でも起きます。そして2人の方が目撃にされます。そしてですねこの開口事件というのはそれからも続くんですね。2019年の4月には黄金色の開口事件、それから9月には緑色の開口事件というのが続いておきます。それからその2019年の12月には六芒星、大きな六芒星が私のやはり背中側に現れるわけですよね。でこうした開口事件というのはですね2018年の開口事件以後はですね勉強会で起きたということですね。そして私自身は全く見てないんですよ。私の背中側で起きているわけですよね。まあ、その理由も私実は分かっているんですけどもね、まあそれはまた別のところで話させてください。そしてその開口事件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 と4回開口事件が、まあ、勉強会の席で起きるわけです。で、まあ、7月にね。でその時にですね2018年の4月です。2018年の7月に赤色の開口事件が起きます。そして8月に白色の開口、これは開口じゃなくて光ってはいなかったみたいです。ぼんやりとした光だったというふうに、まあ、2人の方が証言してくださいました。ぼんやりとした光ですから開口というよりも白い光球体、光という言葉は使いたくないんですけどもね、要するにボールのようなものが、まあ、ふわ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 と浮いて移動していったということなんです。その様子はですねずっと下りまして2020年のですね、4月に部屋の中で UFO が、まあ、動き回るという事件が起きます。その様子はですねたまたまその様子をですね私がビデオカメラで自撮りしながらですね
動画の中で、まあ、ビデオダイアリーの中で話しています。ですからもし皆さんの中でね、もともとの原画をご覧になりたいようであるならばですね、ビデオダイアリーもやはり林浩司のホームページの方に収録してありますから、4月14日付の、ビデオダイアリーをご覧になってください。その、時刻は今忘れましたけども、17分、まあ、ごめんなさい、ちょっと時刻は忘れましたけど、どっかにそれ書いてあるんですけども、その中にそれが入ってきたということですね。その白い開口、そこにも白いぼんやりとした光が出てくるわけですけども、それと似ているんじゃないのかなというふうにして私は勝手に想像しています。ただその様子をですね、まだ未だにその M さんにも、そのからもう一人男性の方いらっしゃったんですけども、確かめていません。ですから、まあ、おそらく同じようなものであって、それ自体は光ってなかったということなんですよね。そして10月にワイフの UFO 遭遇事件が、まあ、次々と起きるわけですね。で、10月28日だったんですけども、その日は、まあ、特別な日だということでですね、山の家に行っていたわけですけども、朝方ね、目を覚ます直前にその赤い2つの光がですね、部屋の中を飛び回っているのをワイフが目撃しています。ただ奇妙なことに目を閉じても見えたと、ワイフはそのように証言していますが、そのことをですね、私に言うのを忘れていましてね、翌日ですよね、29日の朝ですけども、再びまた朝起きると同時に赤い開口がですね、2つ並んで飛んでいるのをワイフが目撃します。こうしてその時に初めて私に話してね、あなた昨日も見たのよって言うもんですから、なんで僕に話さなかったんだって怒った、その怒った気持ちはよく覚えています。でそういう事件が起きるわけですね。他にも、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、その要するにこういう事件というのはですね、まあ、要するに思い過ごし、あるいは夢かだったかもしれないという、まあ、可能性がね、少しでも残るということは夢ではなかった、思い過ごしではなかったという、まあ、その可能性が消えない限り、それ以上はね、私の方もあれこれ考えるということはしないように、この頃にはもう、ね、しなくなってましたね。というのはこういう事件が起きるとね、もう大変疲れるんですね。何だったんだって感じでね。こうして開口事件が次々とつながっていたわけです。そして2019年の4月に今度は黄金色の開口事件というのが起きます。フラッシュ光を見られた方が2人、開口が部屋を横切るのを見られた方もいますし、それから三角形の UFO 事件、三角形の UFO がホバリングしていた、あるいは透明人間のようなものを見たという方もいらっしゃいました。でここで初めてですね、その時の様子がですね、たまたまスマホでね、私を撮影なさってくださっていらっしゃいました名古屋市のね、M みゆきさんの iPhone に映っていました。ギザギザラインでした。このギザギザラインがなぜ重要かというとですね、これがですね、実は後で、まあ、重要なそのつながり線でつながっていくわけですけども、まあ、忘れないように先に言ってきますとですね、1996年にですね、コロンビア号、スペースシャトルのコロンビア号がですね、STS-80 という、まあ、その実験をするわけです。で宇宙へ出かけて行ってですね、宇宙服を着て遊泳するという、まあ、実験に行ったんですけども、それが失敗するわけですよね。その実験の間際になってからですね、いわゆる、まあ、操縦席と、まあ、いわゆる格納庫をつなぐあの隔壁ドアのドアがですね、隔壁のドアがですね、開かなくなってしまったんですね。それで、まあ、それでスペースシャトルはそのまま何もしないで地上に戻ってくるという事件がありました。でその時にその格納庫の方にあったですね、固定カメラがですね、その奇妙な光を捉えていました。その光とですね、その、まあ、M みゆきさんが iPhone に撮られたその光とですね、酷似していたということです。さらにですね、その光とですね、ずっと2020年の、10月、またつい先日ですね、に私の部屋に現れた光と一致したんですね。形、姿、様子、全く同じです。その動画も皆さんにご覧いただけるようにしました。こうしてつながっていくわけです。そしてですね、2019年の9月に緑色の開口事件というのが起きます。これは
7、8人の人が見られたんですけども、1人を除いて2人を除いてですね、その私の目の周りで見たとおっしゃったんです。ところが、まあ、それはね、まあ、ひょっとしたら私の眼鏡にのコーティングのせいではないかと考えましたが、しかしですね、あの日はですね、3時間余りプロジェクターはつけたままにしてあったんです。つまりその、ま、スクリーンカーテンを閉めてね、やや薄暗い感じだったもんですから、プロジェクターをつけたままにしてあったんですよね。ところがですね、その皆さんが緑の光を私の目の中に見られたのはですね、終わりがけの、本当に終わりがけ、もうあと終わもう時間が過ぎて、もう終わりますよ、終わりますよというところに時に出たんですよね。と同時に、もう一つ不思議なことはですね、その日はですね、私そのままビデオダイアリーに載せよう、まあ、載せませんでしたけども、載せようと思いましてね、その最初の30分間はですね、ビデオカメラで自分の顔を撮ってたんですよね。しかし、そのビデオカメラには何もそんな緑の光は映っていませんでした。この2つの理由によってね、言ってですね、私はやはりあの緑色の開口試験というのはあったと思います。いわゆる皆さんがですね、私の目の周りで緑色の光が動き回るのを見られた時刻ですよね。その試験はあったと思います。しかし、まあ、小さな光だった、点だった、まあ、小さな丸だったということだったもんですから、その事件はそれで終わったわけですけども、その日の夜ですね、ワイフが変なことを言い出したわけですね。私は、まあ、その前にから言ってたんですけども、その夜ですね、私が所在から出て今行くとですね、ワイフが絵を描いてましてね、あなた私が見たものこんなものだったんだよと言って、直径15センチぐらいの、まあ、丸を描いて、ね、真ん中が緑に塗りつぶしてありました。で、これが私から見てですね、左側40センチか30センチのところに、ちょっと距離は分かりませんけども、ワイフが言うにはそのあたりにホバリングしてたというんですよね。で、それを、まあ、見てこんなものが見たのかという話をしてたんですけども、その翌日だったか 翌日ですね、鈴木 Y さんの方から速達が届きました。で、その中に鈴木 Y さんもその緑色の球体、15センチから10センチ大きいもんですよ、そして眩しいばかりに美しいというふうに、まあ、鈴木さんも私の美しかったと、鈴木さんも私のワイフも言っておりますけれども、それをご覧になったわけ、鈴木さんはご覧になったわけです。私のワイフは見たわけですよね。で、鈴木さんはですね、私の向かっててますか、右手の1メートル離れたスクリーンのライト、スクリーンからも離れ、ライトの幅からも離れた外に、それが、まあ、15分ぐらいとおっしゃったかな、ちょっとその数字記憶しても覚えてませんけど、15分ぐらいの間そこにホバリングしてたと、やっぱり美しかったというんですね。それで私は、まあ、2人の証言がですね、まあ、2人とも絵を描いてきてくださった、まあ、くださったもんですから驚きましてね、ワイフの話は本当だった、そして鈴木 Y さんの話も本当だったということを確信しました。ワイフもその話は一切会場ではしてませんし、また鈴木さんとワイフがですね、個人的に話をしたということもありませんでした。それが9月に起きたわけですね。それが2019年の9月の緑色開口事件とつながっていくわけです。そして10月、とうとう出ますかね、横浜の UFO 事件というのは起きます。これは窓の外をですね、UFO が横切ります。しかし、この UFO についてはですね、最も大きな謎はですね、あの時窓はですね、すりガラスなんです。で、そのすりガラスの向こうにはですね、その向こうにあったはずの足場がね、あるはずが、その埋めてもいいわけです。もしもその、まあ、もう一回言いますと、部屋のすぐ外は工事用の足場がありました。そしてその足場のあったはずなんだけども、そのすりガラスのところをですね、 UFO が横切るわけです。その分析もした動画をですね、やはり林浩司の、まあ、今日ね、その動画も流しておきましたので、皆さんもう一度皆さんの目で確かめていただきたいんですけども、何が奇妙かといってですね、 UFO がそこを横切ったということもさることながらですね、窓のすりガラスの向こうにある足場があるわけですね。足場は何も映ってないんですよ、影が。結構足場っていうのは横棒、縦棒、しげく走っているんですよね。まあ、縦棒はたまたま間に挟まったから見られないということはありますけども、横棒、特に 足を乗せる台がですね、何も見えないんですよ。見えないにもかかわらず、その向こうを飛んだはずの UFO が映ったということなんですね。これはどういうことか全くわからなかったんですね。それで、その翌月の11月にですね、私は同じ会場で同じ人たちに皆さんに集まっていただきまして、検証
会というのをしてみました。しかし11月は小雨が降っていたのかな、雨が降っていたんですけども、まあ、一人の方がですね、栗林さんという方がですね、傘を持ってね、そしてその窓の外に立ってくださったんですよね。まあ、ハラハラドキドキだったんですけども、そして傘をですね動かしてみたら、そのすりガラスすれすれのところで会場にいた皆さんがね、あ、それだった、そういうふうに見えたっていう話をなさったわけです。となるとおかしいんですよね。もう一人います、位置関係が合わないんです。すりガラスの向こうには、外側には足場があった。しかしその向こうを通ったはずの UFO はみんなに見えた。しかし UFO はみんなに見えたのだけれども、写真をいくら見ても、動画をいくら見てもですね、足場が映ってないんですね。まあ、要するに UFO が通った、その光景が見られたということは、足場が映っていてもおかしくないわけ。ちょうど私のね、頭のちょうどてっぺんあたりに、その足場が、いわゆる、まあ、特に太いね、支え棒ではなくて、いわゆる歩く足場って、足場ですよね、があったんですよ。ですから、それをあったんなら、私の頭の上にその影がですね、足場の黒い影が見えていてもおかしくないんだけども、それは見えなくて、そのUFO だけが通り過ぎたのは見えたということなんです。で、まさかのまさかですけども、その頃ワイフが言い出したんですよね。あなた、UFO っていうのは、その、窓のすぐ向こうを通ったはずよって言うんですよ。で、どうしてって聞いたら、だってすりガラスを通して見えたんだからってことをワイフが言ったわけですよね。それはないだろうということで終わってましたら、その事件と今度はですね、2020年の4月のUFO 事件とつながっていくわけです。で、その時はですね、大きな UFO と、まあ、小さい、まあ、UFO と現れるんですけども、小さい UFO がですね、白い電子辞書の間をすり抜けていくわけです。それを見た時に、つまりは UFO というのはすり抜け技術、つまり物をね、物と思わないでそれをすり抜けていく技術を持っているんだということを知りました。そしてそれを裏付けてくれたのが2020年の10月の先月ですよね、のそのもう第2回目の部屋の中の UFO 遭遇事件というのだったわけですね。その中にはですね、線上の細い線の UFO が現れるわけです。そしてその線がですね、ちょうど机の中に潜り込んだ形で、そしてシュッと通り抜ける様子がまともに映っていました。こうして私はですね、 UFO というのは物体を通り抜ける、つまりこの世のものとは、この世と言いますかね、人間のその技術って言いますかね、テクノロジー、あるいは知識では理解できないようなものだということを知りました。つまり2019年のですね、10月の横浜 UFO 事件の時の UFO も、そして2020年4月のその部屋の中を動き回った UFO も、これ40回以上映っているんですよ。まあ30分から40分ぐらいの時間の間にね、まあ、その中の一つがですね、まあ、はっきりは分かって一つ分かっているのは、白い電子辞書の間をすり抜けている。そして10月はですね、その線がですね、ピッ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 と横切っているのが分かるわけです。ここでどこでつながるかというとですね、この2020年の10月と2020年4月と10月です のその UFO がですね、すり抜けているというところでつながるわけです。線でつながるわけです。そして10月のその線がですね、ずっと戻りましてですね、つまり STS-80 コロンビア号の、そのもコロンビア号っていうのはですね、あの時はですね、いろんな UFO が映り込んだ写真が FBI が公表してしまうんですよね。というのは、その当時はそれをエイリアンオリジン、つまりエイリアンのものであるとは誰も考えなかったんですね。ですから、まあ、当時はですね、私記憶にある範囲ではですね、宇宙ボタルという言葉は皆さん使って説明しておられたように思います。つまりですね、 STS-80 で宇宙遊泳に出かけたんだけども、その時に宇宙ボタルが飛んでいた、宇宙ボタルが飛んでいたということを記憶のどこかでね、報道されていたのを覚えています。つまり UFO はまだその時にね、それが UFO だなんてことは誰も思わなかったわけです。ですから FBI がですね、迂闊にも出ますか、まあ、知らずしてですね、それを公開してしまった写真、まあ、その写真などはですね、今日の動画、この動画の中でも紹介しましたけども、皆さんにご覧いただけるようになっています。今ちょうど上に、まあ、画面の中で見ていただいているのがですね、上が STS-80 のいわゆる、まあ船内を走り回った
いわゆるラインです。で下がですね、2019年の、4月にですね、あの M 美由紀さんがスマホで撮ってくださったその私の集音機の、ね、表面の上を走り回る光線です。これがですね、まあ、上を拡大すると下のようになるという意味で、ここで点と点がつながります。そして STS80 のですね、このラインと、そして2020年の10月ですね、また先月の部屋の中を横切ったラインとつながるというふうにしてつながっていくわけです。こうして一連の事件がですね、線でつながっていくということです。そしてですね、あの少し話を戻りますけれども、2019年の9月にですね、緑色の開口事件というのが起きます。これは緑色の開口事件だけで終わったわけですけれども、その会場においでくださる途中でですね、その日は確か1時間遅くして始めたと思います。1時10分頃私駅に着いたのを覚えてますから、そこちょうどその頃なんですけれども、岐阜県の可児市の、ね、鈴木 Y さんが車で、ね、会場へ向かって来られました。その途中でですね、美濃加茂市の上空で、まあ、UFO を、まあ、偶然撮影なさるわけですよね。でその映っていた UFO がですね、アポロ11号の月面着陸の時に撮られた写真の中に映り込んでいた UFO と、そして、アポロ13号の、まあ、救出の時にですね、フランスの方からリークされた写真なんですけども、その写真の中に映っていた UFO の形と一致しました。ここでもつながっていくわけですよね。で、まあ、決め手と言いますか、あの極めて重要な位置を今私は言いますかね、事件だと感じているのがですね、つまりこうした一連の事件、光、まあ、豪雨についてはあの少し離れますけども、豪雨というのは一つの、まあ、サインのように私は考えています。何か、ね、重大な事件が起きる前に、まあ、つまり私に聞かせてくださったということになるわけですけども、その光事件とかね、それから UFO 事件というのはその中心にね、実はあの STS80、 1996年のいわゆるコロンビア号によるね、宇宙遊泳事件に時に撮られた、まあ、いろんな動画が撮られていたわけですけどもね、まあ、その動画に撮られていたその光と光を中心としてですね、まあ、点と点が線でつながったということになります。こうして見るとですね、今一連の9月とから2016年の9月から起きた大豪雨事件に始まってですね、2020年の10月の部屋の中の UFO 遭遇事件に、まあ、終わるわけですけども、そうした事件がですね、まあ、一つ二つを除いて全て点と点がですね、線でつながったということです。一見するとすべてバラバラの事件のように見えますが、何かしらと言いますかね、一つずつ、まあ、私は当初2016年の頃はですね、いろんなテレパシーというものを経験させていただいたことがありまして、何かしら教育されているという感じを持ちました。まあ、私の職業柄ですね、まあ、先生が生徒にものを教えるように少しずつ噛み砕きながらいろんなことを教えてくださったということですね。それがずっと続いていて、2020年の10月までそれがだん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 エスカレートする形で、徐々に、まあ、いろんな事件をですね、私に見せてくださったということになります。そしてそれをですね、私の仕事はですね、それを今度は皆さんにお伝えするということになるわけです。それが私の仕事というふうに考えています。それ以上のことは、まあ、私は分かりませんし、ないと思いますけども、それは分かりません。これからとにかくこの上の人のなさることはですね、予測不可能といいますかね、何が起きるか全く分かりませんし、その先はまだまだあるわけですよね。いつも、あ、これでおしまいだな、これでもうこれ全て見たな、これでまたおしまいだなと思っていると、また次の全く予想もできなかったようなことを見せてくださるわけですよね。それがずっと続いているわけです。で、少しジョナサン・リード氏の事件と、そして今回の10月の、まあ、事件ですね、2020年の4月と2020年の10月の事件ですよね。2017年のジョナサン・リード事件というのは、まあ、これは本当に、まあ、気味が悪い事件だったんですけども、そのジョナサン・リード事件で、これは私には関係ないんですけども、ジョナサン・リードという方はですね、まあ、森を散歩中にですね、愛犬と一緒に森を散歩中にですね、 UFO に遭遇するわけです。まあ、小さなね、大きさはね、あの
動画の中で話しておられたんですけど、今記憶になんですけども、長さが3メートルとか4メートル、小さなもんですよね、のいわゆるまあ6面体の、まあ、真っ黒な、まあ、真っ黒なというところでもですね、ちょっと気になるんですけどもね、というのは、2016年の11月に今行くよって言われてね、外を飛び出して見せてもらいました UFO の大きさがです、色がですね、真っ黒だったんですね。そういうこともありますから、決して無視はできないと思うんですけども、そのジョナサン・リード氏がですね、その UFO の中に体半分入れるんですね、入るんですよね、その中に何だろうと思って。そしたらその中はですね、広い部屋とおっしゃったかな、あの何度も、ね、連絡取り合っているあのメールを交換したんですけどもね、話も聞いてるんですけども、要するにその中はですね、まあ、いわゆる広かったっていうんですよ、あのかなり大きな部屋だったような感じだっていう、まあ、確かそんなことだった、ちょっとあのそれのことはですね、もう、はい、3年前になりますから、あのよく覚えてない、とにかく広い部屋だったっていうんですよね。これはね、大変興味深い発言だと思います。というのはで、その写真はジョナサン・リード氏が撮ってですね、発表してますからね、ですからまあ証拠があるということになるわけですけども、そのジョナサン・リード氏がですね、証言によれば、小さなあの UFO だったけども、体が入ったらもう広い広い部屋だったって言うんですよね。要するに十分なってますか、部屋と言えるほど広いってことなんですね。で、それにそのことをですね、私流に解釈すると2つのことが考えられるということですよね。つまりそのジョナサン・リード氏が、一つはですね、その UFO に入った途端にその UFO が巨大化したか、逆にジョナサン・リード氏がその UFO に入った時にジョナサン・リード氏自身が縮小したかということなんです。つまり人間をですね、自由に大きくしたり小さくしたりすることもできるということなんですよね。まあその後の方の仮説によればですね、しかしまあ私はその今まで、まあね、そこまで深くは考えなかったと言いますか、ただジョナサン・リード氏の証言によればですね、体を入れた途端に中は非常に広かった、まあ、でもあのジョナサン・リード氏は入ってしまわないでね、またすぐまあ怖かったもんだからまた出てきたということをおっしゃってますよね。ですから部屋の中には入ってないんだけども、ジョナサン・リード氏はそのようにおっしゃってるわけということとですね、私ずっとその、2020年の4月の部屋の中の UFO 事件、小さいんですよ、大きいのでも直径が2センチ前後、小さいのは 2ミリから3ミリなんですね。しかもその2ミリから3ミリの方にはですね、あのそれはもやもやとした物体ではなくて、小さなね、まあ、ビーズ玉のような感じでね、前の方がですね、どうも黒くなっていましてね、コクピットらしきものがあるんですね。はっきりしませんが、しかしあの黒い部分があるんですね。くるくる回転してるんだけども、時々その前が見えるんですけども、私はあれはですね、 UFO ではないかと考えています。小さいですけども、となるとそれを操縦している人間はさらに小さいということになるわけですよね。で、そんな小さい人間って考えていたんですけども、そのジョナサン・リードのね、死の経験をその中に照らし合わせて考えてみるとですね、ひょっとしたらその操縦士もそれから UFO もですね、自由自在に縮小できるんじゃないかというふうに考えています。事実2020年10月にでのその動画の中にはですね、奇妙なものがヒラ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 とこう動き回るわけですね。それをスローにして、100分の1スローにして皆さんにご覧いただけるように昨日今日としましたけども、その中に映っている UFO はですね、どこか V 字型 UFO なんですよね。まあ、時々尾ひれがつくとかいろいろありますけども、よく見ると V 字型なんですね。で、ここで V 字型が出てきますから、まあ、V 字型とは断言できないんですけども、全体として見ると V 字型の形で飛行しているわけです。小さなもんですよ、まあ、見た感じ、まあ、長さが3ミリ程度ですね。あれ3ミリから4ミリ、4ミリはないと思いますね、まあ、5ミリはないですね。とにかく3ミリから4ミリぐらいの小さなですね、 UFO が私の右腹の下の方をですね、ひら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 と飛び回るんですね。ここで V 字型とつながり、2016年の9月の11月ですね、今行くよ事件のあの V 字型 UFO とつながっていくわけです。ただ一つ消せないのは2020年の3月のファイル喪失事件です。忽然と私の最も、ね、今大事にしている、まあ、命の記録ですから、その2センチから3センチもある、分厚かったんですよ、ずっしりと重いんですよ、その重量感、存在感のあるファイルだったんですけども、それをですね、棚に置いて10分か15分目を離した間に
忽然と消えてしまう事件が2020年の3月に起きます。未だにそれは出てきてません。でその後で今度は出てスマホをなくす事件が起きましてね、それも慌てたんですけども、それは出てきました。ですからそれは人にも言ってませんし、まあ事件としてはそれはうかつな私 の、まあ、要するにそのファイルの中の、またその中のファイルへポンと入ってしまったんですね。そういう、まあ、偶然が重なって、その中のファイルを私はどっかへしまい込んでしまったもんですから、そのままスマホはその一緒にしまい込まれたということになるわけですけども、まあ、それはスマホの場合です。それは出てきました。ですから自分自身に、ね、トラウマができたと言いますか、少し自信がなくなったもんですから、しばらくその話については触れていませんでした。がしかし3月23日にあのファイルがなくなるという事件が、医療ファイルがですねなくなるという事件が起きました。保険証から、ね、診察券、それから診察予約券とか、ね、検査予約券とかいろいろ入ってたんですけど、全部なくしてしまってね、お薬手帳と医院のいわゆるあのカードだけは残ってましたけど、それはワイフが預かってましたので、ね、あとは全部記録が消えました。はい、そういう事件が2020年の3月に起きました。この事件だけはですね、一連の事件とつながりは持ってないんですよね。はい、でまあそのですからこの事件をどう処理するかということで、まあね、上の人が私のファイルを持っていったというふうに今解釈していますけども、何のためにどうしてそんなことをする必要ないのにっていうふうに感じるわけですけど、実はですねこういう事件もあったんですよ。2016年の9月にですね第1回目の大豪雨事件が起きるんですけども、その時の午前1時半頃にですね私の体が真っ赤になるという事件が起きてます。あ、もう寒い日だったと思いますけどもね、その日にあのいや寒いか暑いというのはよく覚えてないんですけども、要するにね私あの寝室の障子戸をですね暑さに気温に合わせて開けたり閉めたりする癖があるんですね。その時に10センチほど開いてたっていう記憶がありますから、暑い日はですね全部開けますからね、あの夏なんかですとね。ですから9月のその10センチということは暑くもないけども、まあ、しかし寒くもないという感じの時だと思います。その日の朝1時半ごろですね急に暑くなりまして、そしてその私は頭を上げましてね、柔道の受け身の姿勢のようにね、そういった上げましたところ自分の体が真っ赤になっているのを、それは夢かもしれませんが、しかし暑かったんですよ。そして見たら自分のあばら骨が見えるような感じだったんですね。それがまあスーッと見てまた、ね、眠ってしまったんですけど、その直後今度は急に寒くなりましてね、まあ猛烈な寒気でした。それでガーッとなってますかね、あのブラブラって震えるんじゃないんですよ、あの電気信号のようにビーッとした感じの震えですね。それがあの体中を襲いましてね、寒くて、それで慌ててワイフの布団の中に飛び込んで、ワイフにまあ温めてもらったというのが9月の、26日の午前1時半ごろ起きているんですよね。ですからその事件はあのその日の午後になるまで思い出すこともなくてですね、昼頃になってから実はねあの朝前にね大豪雨の話を聞く前にこんなこともあったんだよって話で初めてワイフに話したんですけども、それは夢だったかもしれないということもあるもんですから、あ、分かりませんけども、何かしらこう私の体を調べるということについてはですね上の方がですね興味があるんじゃないのかなというふうには私は感じています。しかしその事件とですねその2020年の3月のファイル喪失事件とつながれば、何かこう全部がつながっていくということになるわけですけどもね、まあ、要するにまあそうした一連の事件がですねそのつながっていくということです。あと日にちでつながることがあるんですよね。例えば2017年の11月にですね、いわゆる、まあワイフがですね白と、コバルトブルーのいわゆる UFO を遭遇するわけですけども、私見てないんですよね、背中合わせて反対側を見てあれパソコンのカタログを読んでましたからね。でワイフが突然あホタルなんて、まあ、間抜けたことを言ったもんですから、11月にね足でポンと蹴ってね、バカ野郎今頃ホタルなんか飛ぶかと言って足をポンと蹴ったのを覚えてます。その時にワイフはですねその UFO をじーっと見てたみたいですね。まあそういうことがあったんですよ。まあそういうことがありましてね、それもつながっていくわけですよね。そしてまあもう一度最初から言いますと、2016年の大豪雨事件、そして大豪雨事件、今行雄事件、そして圭弘和君の事件、それから2017年の3月ジョナサン・リード事件、これはまたいろんな意味で不思議な事件なんですよ。はい、
まあ、11月、まあ、それはまた別のところで話させてください。で11月に UFO 遭遇事件ですよね、ワイフのね。それから12月に画像転送事件、その第2回目です。この12月1日はよく覚えてるんですよ、まあ、理由があるんですけどもね、まあ、それもまた別のところで話させてください。2018年はパーティー事件ですね、まあ、これはもう4月はもう大事件もう続けて起きた時期月だったんですけどもね、まあ、それはあの UFO 絡み、エイリアン絡み、やるは神絡みじゃなくてですね、そして7月に赤い開口事件というのは起きます。浜松市の社会福祉文化会館で起きます。8月に熱海の会館で白色の開口事件が起きます。そして10月にワイフの、まあ、いわゆる赤い開口を見るわけですよね。2つ、その赤い開口とそれから7月の赤い開口とつながっていきます。そして2019年に入って黄金色の開口事件、その間にも、ね、細かい事件いっぱい起きてるんですよ。あとでこの頃ですね、数えてみたら40何回ぐらいあったんだななんて話しましたけども、まあ、その頃になりますとね、まあ、率直に言いまして、まあ、よくあるということで、まあ、例えば2019年の1月だったと思うんですけどもね、座標が示されましてね、日時も書いてありましたけど、座標はですね、まあ、Google Earth の方でね、調べて打ち込んであったもんですから覚えているんですけども、覚えていたんですけども、日にちを今になってみると忘れたんだけどもね、忘れてしまいましたけども、要するに会いに来いという、まあ、連絡があったんですよ。しかし行かなかったんですよね。それでそのことをですね、三重県の M さんに話しましたら、 M さんがですね、その日にその場所を行ってくださいました。しかし何も起きませんでした。その前にですね、その1月にその話があったときにですね、私は行かないって言ったんですよ。そんな遠く嫌だって。淡路島だったんですね。でワイフがそこに立ってましたから、なお前この淡路島へ来いって言うけど、行くかって言いましたら、ワイフが嫌よって言ったんですね。まあ、淡路島にはあまりいい思い出がありませんでしたのでね、そこへ行くのは嫌だっていうふうにワイフが言ったわけです。まあ、そういうような事件がありましてね、まあ、そので私はその時に返事でね、そしたらまた連絡っていうのは上の人からね、サインがありまして、じゃあ日にちをお前の方で言えって言ったんですよね。まあ、そんな感じだったんですね。言葉じゃないですよ、強い思いですよ。あれは言葉で来る時もありますし、まあ、言葉でないなってますか、思いで来る時もあるんですよ。それは普通の思いとは違うんですよね。今日夕食に何にしようかなっていう思うは思うですけども、そうではなくて、なってますかね、しっかりとした思いです。形のある思いでね、あなたの方で日にちを決めろって言ったんですよね。それで私は僕の誕生日でいいって言ったんですよ。私の誕生日でいいって言ったんですよね。それが、誕生日というのはですね、2つあるんですね、私ね。戸籍上の誕生日は10月28日です。そして、本当の誕生日は10月27日なんですよね。その年の2019年の10月27日にですね、横浜の UFO 事件というのが起きます。それは画像に撮られてましてね、栗林さんという方がもうですね、やっぱり手持ちの iPhone でずっと撮っていてくださいましてね、その UFO を見事にキャッチすることができました。まあ、そういうことがありましてね、まあ、その事件がつながっていったわけです。で11月は、まあ、雷鳴事件が起きるわけですね。2回あるんですよ。だいたい2回ずつ繰り返してくださるんですけども、ね、11月の30日と12月の入って2日か3日だったと思いますけども、今度はパルス信号事件というのがあるんですね。それは、まあ、パルス信号というのはね、何らかの形で入るかもしれませんけども、しかし雷鳴についてはですね、これはありえない事件ですから、皆さんもぜひ興味のある方は私のホームページの方から聞いてみてください。全く身に覚えのない音です。そして12月に六芒星事件というのが起きます。私の背中側にですね、巨大な六芒星が、黄金色の六芒星が現れました。これは勉強会の席で起きましたという事件が起きてつながっていくわけですね。そして2020年の3月にファイル喪失事件が起きて、4月に部屋の中の UFO 事件というのが起きて、5月にワイフの UFO 遭遇事件というのが起きて、これは同じものをですね、4月にビデオの中に映っていたものと同じものをですね、5月に今度は実際の肉眼でですね、ワイフが廊下の上をですね、ふわ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 と飛び回っているのを目撃しました。もちろん私は見てません。その時私は高校生に、英語か数学を教えていました。1人ね、2人来てましたからね。で10月、先月ですね、2020年の10月に第2回目の部屋の中の UFO 遭遇事件というのが起きました。以上の事件をずっと並べて考えてみるとですね、それぞれが関連し合っている、イコールそれぞれの事件をですね、点と点とするならば、その点と点がですね、線でつながっているということです。それを今日皆さんにお伝えしたくてですね、で私の印象ではここで事件は終わらないと思います。まあ、はい、終わりません。あり
まあそれなんとも言えません。要するにそういうことですということだけを皆さんに報告してね、以上事実のみを皆さんに報告しましたということで、今日のビデオダイアリー終わります。では失礼します。さようなら。バイ。